さんこんにちは、しょえてみです。はい、はしろちゃんです。本日は対決動画を行っていこうと思います。前回の3位までの対決は3打数1安打、はい、ということ で、 ね、ちょっと悔しい思いしたんで、今回は3の0でいこうと思います。今回はおいくんのいつも撮影を手伝っているスタッフの石くんと、おいくんがチームになってもらって、2イニングで1点取ったらおいくんの勝利、2イニングで0点ならしょえてみの勝ちということで、今回はやっていきたいと思います。はい、そうですね。大丈夫ですか？1点ですよね。1点です、1点です。行きましょう。2イニング1点、ホームランで終わりです。ホームラン無理っしょ、絶対ライトすごいですよ。ライトか、あ、ライトね、はい、あ、引っ張ることはないと思うんで。あ、そうですね、はい、単打だと厳しいじゃないですか。長打で進めたいですね。あ、長打で、はい、まあ打球的に見てこう自分らでこう判断って感じで、ツー、はい、ベースとか判断でいきます。じゃあそれでは行きましょう。ゴー！スポーツマンチャンネル登録よろしくお願いします。1イニング目は3人で終わりました。2イニング目です。1点は必要、1点後1点サードゴロサードゴロです。セカンドゴロです。セカンドゴロです。ナイス！ショートゴロ。じゃあ、よし。よし。はい、ということで対決しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果はなんと無安打で翔平チームの勝ちです。よっしゃ、イエーイ、勝ちました。イエーイイエーイということで焼きまんじゅう食いきましょう。これだよね。おー、はい、なるほど。ちょっと待ってください。え、まあ確かに今ゼロ点でしたね。そうそうそう、無安打。けどやっぱり野球って点取らないと勝てないんですよ。何、俺に打ってってこと？そうですね。いや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 、まあ、これで翔平さんに点取られたら、まあ野球的にも勝ちと1点入れば。マジで？そうですね。1人で、1人で3、1イニングで1点。マジで、はい、自分がピッチャーです。マジで、はい、あ、大井くんピッチャーならいければ。そうですね、余裕っすね。余裕だ、ちょろいちょろい。